あんたの弱み見つけた。弱み握られた気持ちはどう？私は最高の気分。あや、一体何なの？まだ状況が分かってないみたいね。あんたはもうおしまいよ。一体何の話をしてるのか教えて。全くわからない。心当たりあるでしょ？会社で大人気の市場さんと付き合ってるのに、あんなことするなんてね。あんなことって何？知らないふりをしても無駄よ。ちゃんと証拠の写真も押さえたの。仕事もできてイケメンで、性格もいい市場さんを裏切るなんて、あなた最低ね。もしかして、3日前のことを言ってるの？そうよ。家に2人も男を連れ込んで、一体何をしていたのかしらね。あれは違う。私が家に招いたわけじゃなくて、アパートの前で待ち伏せされてたの。面識のない人たちだったし、私もよくわからない。言い訳しても無駄なんだけど。昨日も一昨日も会社休んで、今もその男たちと一緒にいるんじゃない？仕事サボってまでやることやるなんて、お盛んなのね。どうしてそんなひどいこと言うの？会社を休んでいるのは外に出るのが怖くて、だから落ち着くまで休みをいただいたの。その割に LINE の返信早くない？落ち込んでるならもっと落ち込めばいいのに。だって突然弱みを握ったなんて言われたから返信するしかなかった。言い訳ばっかりするのね。さっきも言ったけど、男を連れ込んでいる写真があるの。これ四条さんに LINE で送っていい？どうしてそんな写真があるの？私の家はあなたのアパートを過ぎたところにあるから、帰りにたまたま通って発見して写真を撮ったの。ほらこれ。これ脅されてる時の。どうして助けてくれなかったの？私は助けてって叫んだんだよ。だから隣の部屋の人が来てくれて、男の人たちは逃げていって。私が見てた時は叫び声なんて聞こえなかったし、ラブラブのように見えたわよ。だから浮気の証拠にと思って写真だけ撮っておいたの。あの状況がラブラブに見えた？そんなことあるわけない。嘘つきの話は聞きたくないわ。もしかして、あや、あなたがやったの？男とグルになって。はあ？何が？私の部屋のドアは敷地内に入らないと位置的に見えない。たまたま通ったなんて嘘なんじゃない？証拠もないのに人を犯人扱いするんだね。なんで私がそんなことしなきゃいけないのよ。あやは私のことが嫌いでしょ？それは会社での態度でなんとなく分かってた。せっかくの同期なのに、どうしてそんなに私を嫌うの？だから私じゃないってば。しつこいよ。あんたが会社に来ないとうちに仕事が回ってくるんだから、ショックがどうとか言ってないでさっさと会社に来れば。あ、でももう居場所がないか。どうして？これから四条さんにこのこと連絡する。会社の人は四条さんが大好きだから、あんたのこと軽蔑するだろうね。もう仕事辞めちゃえば。そんな。私は玉木。会社で働き始めて3年経ちました。 LINE の相手である綾は唯一の同期です。最初はランチを一緒に行ったり仲がいい方だったのですが、私が大事な仕事を任せてもらったりして忙しくなってからは疎遠になっていました。この後、綾からはショックなことを言われ続け、精神的に参ってしまい返信することができませんでした。3日前、私を襲ってきた男たちは全く知らない人でした。私は四条さんのことが本当に好きだし、2人の関係は良好だと思っています。綾の言う浮気なんてありえないし、嘘なんて絶対ついていません。しかし綾はさらに私を追い詰めるようなことをしてきたのです。今日はよく会社に来れたわね。もう大丈夫なの？正直大丈夫ではないよ。でも仕事に行かないと生活も成り立たないから。明日も来るの？会社。そのつもりだけど。どうして？いや、聞いただけ。何かするつもりなら本当にやめて。私はただ普通に生活したいだけなの。なんでそんなに私を疑うの？玉木ったらひどい人よね。あれから四条さんに LINE したけど返信が来なかったわ。よっぽどショックだったんでしょうね。綾が仕掛けたことじゃないなら
もう私たちの問題に関わろうとしてこないで。私だって会社のみんなのように四条さんのことを慕ってるんだもの。尊敬している先輩が浮気なんてされてたら嫌だから、口は挟ませてもらう。だから浮気なんてしてない。何度言ったらわかるの？何度言われても嘘だってわかる。もう辛いよ。辛いなら会社辞めれば？そして四条さんと別れたらいい。そうすれば少しは楽になるでしょ。仕事も会社のみんなも好きだし、四条さんと別れる理由なんてない。あっそ、じゃあもっと苦しめば？もっとひどいことが起きても私知らないから。あれ、玉木もう帰った？相変わらず仕事を終わらせるのが早いわね。ちょっと待っててくれたらいいのに。何かよ。何よ、冷たいわね。今日の気分はどう？私はワクワクとドキドキが入り混じって最高な気分。それは良かったね。興味ないけど。本当に釣れない子。そんなんだから痛い目を見るのよ。あやもいつか痛い目を見るんじゃない？もう私に関わるのやめた方がいいよ。やだやだ、絡むの楽しいんだもん。今夜はいい夜になりそう。本当だね。私もとってもいい夜になりそう。それはどうかしらね。あー、楽しみでもう私どうにかなっちゃいそう。ねえあや、さっさと出てきたら？近くにいるのはわかってるよ。逃げていくのが見えた。は？何のことよ。どうせまたアパートの前で待ち伏せして男二人に襲わせて、それを映像に収めようとしたんだろうけど、残念だったね。今日は四条さんにいてもらったの。私はそこにはいない。勘違いしないでよ。もう無駄だよ。男たちが全部白状した。あやにお金をもらってやっていたって。はあ？あいつらそんなに簡単に入ったの？何してんのよクズ野郎ども。仕方ないよ。四条さん怒ったら怖いし、柔道やってたから強いもの。四条さんがいるなんて思わなかった。だってあんた一人で帰ったでしょ。あや、昨日さ、私が今日会社に来るか確認したでしょ。だから何かしてくると思ってわざと別々に帰るふりをして、四条さんには先に部屋に入ってもらってたの。四条さんはなんであんたみたいな女を信じるわけ？意味わかんない。私は最初に襲われてすぐに四条さんに連絡してこのことを話していたの。だから綾の LINE に返信がなかったのはショックだったからじゃなくて、悪質だと思ってわざと返信しなかったの。私をおちょくってたってこと？本当にうざったい。あんたなんて本当に大嫌い。前から思ってたんだけど、どうしてそんなに私のこと嫌いなの？何かした覚えはないんだけど。同期のくせに仕事が好きとか言って上司に油売って評価をもらってるのが気に食わない。その上みんなの憧れ四条さんにまで手を出して、一体どういうつもりなの？仕事が好きなのは本当のことだし、油を売ってるつもりはない。それを言うなら媚びを売るだしね。私は真面目に仕事をしてるの。真面目に仕事してたなら恋愛なんかに発展しないでしょ。おかしいのよあんた。四条さんもうつつを抜かしてたんじゃないの？四条さんとは入社してすぐチームで仕事をすることになってお世話になったの。私の頑張りを見ててくれて認めてくれた。お互い尊敬できる関係なの。四条さんのことを悪く言うのは許さないから。うるさいわね。本当に気色悪い。周りからの評価が欲しいなら綾だって仕事をしたらいい。いつも机の下でスマホをいじってホットペッパービューティーばかり見てるんじゃなくてね。そこまで人のこと見てたの？気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。私だけじゃない。みんなあやのことを裏ではホットペッパーってあだ名で呼んでるよ。いつも新人に仕事を押し付けて、それで今度は私に嫌がらせ？いい加減にしてよ。何そのひどいあだ名。あんたが先導してるんでしょ？最低。っていうか、LINE じゃなくて直接話そう。こっちに戻ってきて。警察ももうじき来るから。はあ？警察呼んだの？私は関係ないから。ただ男たちがそう言ってるだけで、私は直接は何もしてない。何の罪にもならない。明日も仕事だし帰るわ。
もうアヤに仕事はないと思うよ。会社にも今回の件を報告した。今から社長も来てくださるそうよ。社長まで来るの？何なのよ。どうなってんのよ。なんでみんなあんたに味方するの？うちの会社がアットホームで本当に良かったよ。今戻ってこなかったとしても、警察に捜索されて逃亡したとみなされて、もっと罪が重くなるんじゃない？そんなの絶対に嫌。ごめんなさい。今からそっちに行くから、それで許してほしい。さすがに許せないよ。私も怖い思いをしたし、会社にも迷惑をかけてしまった。私はこれからは嫉妬なんかせず、ちゃんと働いて玉木への謝罪を行動で示すわ。だからお願い、今回のことはなかったことにして。申し訳ないけど信じられない。とりあえずこれからのことは直接話そう。本当に綾が反省しているかどうかも LINE じゃ伝わらないよ。直接会って私がちゃんと反省してるって分かったら許してくれる可能性もあるってこと？それって許してもらいたくて反省するってこと？悪いことをしたから反省するんじゃないの？警察に捕まりたくないから謝ってるようにしか見えないよ。はあ？もううっざ。何説教じみたこと言ってんの？調子に乗るなよバカ。やっぱりそれが本音だよね。分かってた。警察到着したよ。どうするの？戻るわけねえだろ。会社も辞めてやるよ。お前みたいなやつを評価する会社なんて、どうせそのうち倒産する。ざま。自暴自棄って感じだね。うるせえ。永遠に幸せになれないようにつきまとい続けてやる。これから夜道にもっと気をつけた方がいいかもね。四条さんがいたって関係ないから。震えて眠れ。ねえ、後ろ向いて。もう綾のこと包囲してるんだよ。え？ちゃんと向こうで反省してね。綾が私との LINE に夢中になっているうちに、背後を警察で囲み、その場で逮捕されました。私を襲った男2人は暴行罪などの罪で連行され、綾も強殺したとして罪に問われました。今回の行為はかなり悪質なものだと判断され、罰金ではなく懲役2年を下されることに。会社ももちろん解雇になりました。あれから私は冷静になるまで1ヶ月間休職させていただき、今ではもう仕事をバッチリやっています。実は今月四条さんと婚約しました。部署は別々になってしまいますが、これからも仕事も家庭も両立しながら頑張っていきたいと思います。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、ぜひグッドボタンを押して意見を教えてね。面白い動画をお届けしますので、チャンネル登録もぜひお願いします。